と思います。例えば福島から疎開した子どもが幼稚園に行ったら放射能ちゃんと呼ばれたという、そういう事件が起きているわけですね。それに対して ESD は何ができるのかということを私たちは本当に今問われていると思います。だからその分断を超え、いかに、共有しつながっていくのかというのがとても大事な課題というふうに思います。ですのでまず最初に昨日の話の共有というところからスタートしたいと思います。でその後、昨日の最後にですね、IVYIB という、NGO のネットワークで、仕事を作り出しながら支援をしているっていう、そういう話がありましたけれども、その分科会に向けた問題提起の1というのは昨日最後にありましたが、その後問題提起の2として、ESDJ が2014年までに実行したいと思っている目標と行動計画案というのを紹介しています。でこれはまだ非常にその骨組みしかない不十分なものなので、ぜひ今日の分科会の議論の中でこれをもっと肉付けして膨らませていただきたいと。先ほど言った共有しつなげるという重要な役割をしていく上で、これはとても大切な課題になると思います。それから問題提起の3として、中越復興の経験よりということで、中越防災安全推進機構復興機構デザインセンターというところから、地域の人的支援を中心に行っている安倍さんに来てもらいましたので、その人的支援の話を中心に、していただこうと。これはとても大切なことだろうというふうに思ってますので、その問題提起2、3というのを受けた後、11時から2時まで分科会を行っていきたいと思います。で分科会の進め方については、話の昨日の話の共有をした後に、分科会の進め方について提案させていただきます。じゃあまず昨日の話の共有からいきたいと思います。昨日皆さんにいろいろ質問やコメントたくさん出してもらいました。でそれをちょっとまとめてみましたので、出ますかね。はい、わかりました。はい、はい、一つは生活再建という、被災地の4人の話題提供者がいたわけですが、生活再建というところに今入ってきているということですね。で特に生活再建の中で2つの重要なことがあって、一つは住まいの問題です。で今まで避難所にいたのがこれから復興、仮設住宅に移るというところに今差し掛かっています。ところがその仮設住宅っていうやつですね、これは大変な問題を抱えているというのは昨日佐々木さんからの指摘でありました。まずプレハブであると、プレハブであるので、その大手のプレハブ業者が全部仕事を持っていってしまって、全く地域経済に関係ないと。地域でその仕事が生まれ、材料が求められるにもかかわらず、全く地域に関係ない、そういう建て方がされているということなんですね。で、それに対して、それに対するオルタナティブとして佐々木さんはエコ住宅を作り、地域の財で作り、地域の大工さんが作り、それからそういうものが、そういうコミュニティを支援していく復興支援センターを作るという、こういう活動を今されています。すでに、モンベルという企業の協力を得て、南三陸町で、伊佐戸前という地域でそういうことを進めていこうとされております。でところがですね、その佐々木さんの、試みとか、それから今日も NHK のニュースで、いわき、福島県いわき市で、徳島の杉の材を使って復興住宅を作るという大変素晴らしい、報道があったんですけれども、でまた岩手県の住田町ってところでも地元の材を使って地元の大工さんが復興住宅を建てて105戸建てたっていう、こういう話があるんですね。そういうの全部集めると今この 15% ぐらいらしいです、復興住宅のうちの、まあ、たった 15% です。だから我々はこれに対してはっきりともう数値目標を立てちゃおうと、私の提案ですよ。 85% にしようじゃないかと、復興住宅の 85% こういうやり方で立てるっていう
に目標を立てたらいいんじゃないかというふうに思います。だから佐々木さんたちがやっている取り組みを孤立させない、みんなでそういうつながってそういうことを実現していけたら本当に、いいんじゃないかっていう、まあ、こういうような住まいの問題、それから仕事をどう作るのかっていう非常に大きな問題が、でこれについても話がされて、今日は帰られましたけれども、畠山誠さんは、地域のサービス、これを担うことによって仕事が作れるぞ、具体的にはツーリズム、ね、防災ツーリズムっていうようなことを新たにこう作り出していって、例えば三陸鉄道っていうのがあるんですけれども、これものすごい数 の、 視察の申し入れがどんどん来てるらしいんですね。で三陸鉄道の会社に対応したらこれは仕事になるっていうんで、ガイドを仕事として今やってるという、そういうことがもう起きてるわけです。だからそういうことは仕事になるわけです。で、あとはこれも最近の報道で、福祉施設に入れないお年寄りがたくさんいらっしゃるってことです。被災地には平地の施設はたくさん流されてしまいましたから、入れないと。そうすると何が必要かって、地域でグループホーム的なものがたくさん必要になってくると、そこで働くケアワーカーがすごく必要になってくるんだっていうことなんですね。でそういうことも地域の仕事にできるだろうっていういうふうに思います。で、そういう形で、住まいの問題あるいは雇用の問題をどう取り組んでいくのかっていうのは非常に大きな課題に今なってきています。でその背景には、実は今日ですね、私たちホテルからここに向かう間運転手さんが力説してたのは、仕事がねえんだと、だから大企業が来なきゃダメなんだと、大企業がいっぱい人を雇わなきゃダメなんだということを力説されてました。で多くの人は多分そう思ってらっしゃると思うんです。これは今までのグローバル経済の考え方です。大企業を呼んでたくさん人を雇ってもらおうっていう、じゃあそれで地域が再建されるのかなっていうことなんですね。やっぱり都会に人が出ていっちゃって、仙台なら仙台って都会に被災地から人が出ていっちゃって、ますます地域は過疎化するっていうことが進行するんじゃないかと思うんです、その先には。だから小さな芽が今ここ出ている、生活再建というところに書いたところで、ボランタリー経済、地域でお互いに助け合う中で営まれる経済っていうのが芽生え始めているんですね。で、それを私たちは大きく育ててつなげていく必要があるんじゃないかというふうに思います。ところが今私たちが取り組んでいるのは非常にバラバラなんですね。私はここに支援に行ってる、私はここに支援に行ってる、私はここに支援に行ってますよって言うんで、なんとかネットワーク、なんとかネットワークっていろいろあって、それがバラバラに取り組んでいる状況なんです。でその取り組んでいる人たちがこういうことを意識していただくと、取り組みの仕方が全く変わるんじゃないかなっていうふうに思います。だから今日の非常に大きなテーマは、このまず第一番目に被災地で起きていることをしっかりつかむ、でどう何が問題なのかって、被災地に集約的に起きている問題は実は日本の地域 の全体の問題であると私は思うんですね。日本の地域だけは世界の地域の全体の問題であると思うんです。でその最先端の問題が被災地で今起きていて、それをどう解決するかということ をみんなが集中的にまず第一に議論することによって、それを共有していけるんじゃないかっていうのをいうふうに思うんですね。まず今日分科会で話し合いたい一番目のことはこれなんです。被災地で集約的に現れている問題について、その解決の方向を話し合おうっていうのが分科会で最初にやっていただきたいことです。はい、はい、そうです。今一番の昨日の話のポイント共有っていうのをやってます、はい、で分科会始まったら2番のところをまず最初に話してもらいたいと。で、昨日やったようにそのわーっと話し合ったら、これを必ず自分の言った意見とか人が言った意見でいいと思うことはどんどん黄色いポストイットに書いてもらうと、そうすると分科会終わった後みんなで共有ができるので、ぜひそういう形で、協力をお願いしたいと思います。もう一回その今日のポイントをもう一回森さんゆっくりこれでお話ししていただけますか。伊藤さんのところ、あ、はいはい、でじゃあ分科会の後半で何やったらいいかってことは3番目ですね。でさっき非常に地域のギャップがあるって言ったんですけど、それをどう超えていくかっていうことです。
私たちが議論したことをその被災地でない地域の人たちにどう伝え広げていくかということですね。それぞれの地域、全国、あるいは昨日リオプラス20の話をしたんですけれども、そこに私たちは、発信していく、こういう方向性、さっきの、あ、じゃ消えちゃったけどボランタ、グローバル経済とボランタリー経済対抗していって、こういうふうにボランタリー経済を地域で大きくしていって、地域を豊かにしていこうっていう、こういうものをリオプラス20に発信していきたいと思うんです。で、そういう意味でこう世界ですね、それぞれの地域、全国、それから世界にどう広げていくかっていう、こういうことを、分科会の後半の方に話し合ってもらいたいと思います。ですので、このプログラムに書いてあるのとちょっと違う分科会構成になります。これテーマ別に分けてあります、昨日ね。じゃなくて、3つに分けるんですけれども、同じテーマで話し合ってもらいたいと。で、ABC の3つに分かれます。あ、ごめんなさい、もう質問行く前に。できればその後全国ネットワークとしての ESDJ は何したらいいんだっていう、こういうことも少し話してもらえるといいかなと。まあでも3番まで話せれば、分科会で話せれば OK だと思います。やっぱり全国ネットワークとしての存在意義っていうのがあると思うので、その地域ごとの分断を超えていけるっていう有利な点があると思うんですね。だからできればそこまで話してもらうと、でも3まで話せば OK です。で、その同じテーマで3つに分かれて分科会をやりたいと思います。で、ABC の3つに分かれます。で、基本的には地域の人が混ざるように、全国的につながって話をするということで、いろんな地域の人が混ざるように分けたいと思いますが、特に B のチーム、大島さん沖縄から来てます、竹内さん四国から来てます。で、本当にみんな周りの人では全く関心がない、知らないと。今日私たちが話していることについて、みんな全く関心がない、知らないとおっしゃってます。だからそういうことが気になる方はぜひ B のグループに参加してください。はい。特に地域の方がうまく分かれるように工夫はこの後するんですか。はい、します。はい。問題提起1、2、3が終わった後に、南北にうまくあのここの南北にざーっと並んでいただいて、それで分けたいと思います。はい、でだけれどもあの今おっしゃった、大島さん、竹内さんの話に共感するという方は、あのそれで分かれたところに行かなきゃいけないということじゃなくて、それはある程度バラシを作るため の参考なので、その後あの人いるから自治体はということはご自身自分で判断していただければ、それでいいですね。はい、ということで、ちょっと初めの論点共有はちょっとあまり十分じゃなかったと思うんですけども、その他にはさっきのもう一回、これじゃなくてもう一枚のやつ、この話とですね、あ、これいや、この前、はい、あ、これ、はい、もう一つ出た重要な話はこれですね。そういう伊佐と前のような日常的なつながり、地域の日常的なつながりと、佐々木さんが一生懸命やっているような外部との連携、これをやっぱり つないでいくっていうのはとても大切な課題になってくるだろうっていうことですね。で、そこには佐々木さんのようなコーディネーター、つなぐ人の役割がとても大切になってくると。で、 ESDJ もこれから ESD を広げていくためにはコーディネーターが重要だっていうことを盛んに言ってるんですが、中身としてこういうことは非常に大きな課題になってくるだろうというふうに思います。はい、すいません、いろいろ話がバラバラになってしまいましたけれども、こういうことが昨日議論をされて、で、さっき言ったことですね、被災地に集約的に現れている問題をどう解決していくかという方向性を前半に話していただいて、で、次にそれを自分たちの地域とか全国とか世界に広げるためにはどうしたらいいかという話を後半にしていただくと、できれば ESDJ という全国ネットワークで何をすればいいかということもちょっと話していただけるといいかなという、こういうことを分科会での課題にしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、森さんありがとうございました。というか森さんが司会なんですね、私が司会みたいになってますそうしたら、成り行きでこのまま進めたいと思います。はい、と言いながら私ちょっと手元に台本がないんで、次は何をしたらいいんでしたっけ。
そうしたらば、はい、はい、急に役割が変わってしまいました。はい、そしたら今、今日プログラム少し変わったというご紹介しました。まず分科会のテーマごとの分かれ方でなく、今、お話をしたようなことで皆さん地域間の違いを超えるようなグループ構成をして話し合いに参加をしていただきたいということです。それでは、それに先立って、昨日も、アイビーの方していただきましたが、あとお二方から、問題提起ということで、順番に進めていきたいと思います。池田さんからでいいですかね。はい、それでは最初は、今回、ESDJ はですね、この後2014年が ESD の10年の総括年になっています。私たち ESDJ がそこまでどうやって、目標と行動を立てているか、そのお話を、ESDJ の理事で、あります、池田、光之さん、昨日司会していただきましたけれども、お話をしていただきたいと思います。データあるんでしょうか。はい、それではじゃあこのままマイクを渡したいと思います。はい、あ、すいません、はい、皆さんおはようございます。昨日はどうもお疲れ様でした。今吉澤さん、それから森さんの方から、お話を受けがありまして、その辺を踏まえながら、今回いろんな分科会やるわけなんですけども、で ESDJ としては一応昨日お配りしているこの ESDJ 全国ミーティング2011というパンフレットの方を出していただいてですね、そのパンフレットの中の14ページを開いていただきたいんですが、14ページのところから、その後、ですね、23ページにわたってESDJ として、まだこれは案の段階なんですけども、2014年の達成目標と実現に向けたアクションプランということについて、書いております。でここに書いてある内容っていうのは、まあ、今日のこれからの皆さんのお話、それから分科会で出てきているお話等も踏まえ、その内容を踏まえてもう一度内部で相談して7月に、またワークショップ等を開いて、固めていきたいと思っています。でここに書いてある内容なんですけども、一番大きなポイントはこの14ページと15ページのところに、基本的な内容が集約してあります。で後のところに細かい内容があるという形なんですが、一番大きな柱としては、今回の全国ミーティングも、震災を受けてということを歌っているようにですね、やっぱり実際この3月に起きました東日本大震災を契機にして、ESD に関する、皆さん、まあ、社会全体の見方、捉え方も少し意識が高まってきている、変わってきているところがあると思います。14ページの一番最初 の, センテンスの中の、まあ、4行目のあたりから、はい、少しその震災に受けて、この社会の在り方、暮らし方の在り方を社会全体がもう一回見つめ直してですね、転換していくという、そういったまあ流れがまあ生まれてきている。それは昨日の話は聞いてもそうだと思うんですけども、その中で私たち自身、じゃあ ESD では地球市民の視点を持ちながら地域コミュニティに、みんなが参画して社会づくりに取り組んでいく場を、作っていく、それがまあ ESD にあるんじゃないか。だからさっきの分科会の内容、少し、教育的な教育のアプローチ、おそらくこれ教育学会とかだったらやり方が学校の主体なところだともうちょっとアプローチの仕方が違うかもしれないですけども、 ESDJ がなんでこの場で、今度のさっきの分科会も相手内容であるかっていうのは、まあ、やっぱ皆さんに地球市民の視点を持ちながら地域コミュニティに参画し社会づくりに取り組んでもらう場を作るという意味合いで、まあ、そういった分科会があると思ってほしいんです。で、14ページの真ん中の1の1というこの ESDJ が目指す ESD のイメージというのは書いております。これは ESD というものについては非常にまあ、ユネスコとかいろんなところ政府も出してます。いろんなところからいろいろ資料が出てるんですけども、ある意味でいくと統一性が、まあ、多様だからということもあるんですけど、いろいろ出すぎてですね、結局よくまあ分からんと、いっぱいありすぎてどれがどれか分からないということもあるんですが、その中で ESDJ としてはですね、じゃあ ESD をどういうふうに捉えているのかということの一つの、まあ、これが全てだとは思わないんですけども、今、とりあえず一つのまあ、ある程度ちょっとまあ ESDJ なりの視点はやっぱり示す必要があるかなということで書いているのが、
地域に暮らす人々が社会を担う主体となっていくという、そういった流れが大事だということで、地球市民の視点を持ちながら、自身の力をつけて、学びや活動が、進めていく、そういったものがですね、ESD じゃないかというですね、ことを置いて、捉えております。そこに ESD の主体を置いています。そのためにちょっとそこの真ん中の辺に書いておいたんですけども、あらゆるセクターの皆さんが ESD の主体ということを意識してですね、そういった皆さんが連携して ESD を意識した活動や学びの場を展開する中でですね、地域のさまざまな課題、先ほど今震災地域でいろんな問題出てくる話出ました。これから分科会で話すわけですけども、その地域のさまざまな課題に対して主体がつながり合って問題解決に向けて動いていくことを目指す、まあ、これさっきの今回の分科会のメインテーマでもあるんですけども、そこの部分を私たちはすごく今重視しております。その中で実際じゃあそれを進めていこうと思うとですね、現実には ESD をいろんな場を ESD 的な場を地域で生み出そうと思うと、それを実際に進めていくためにさまざまな主体をつないでいく、学びの場作りを支援していくコーディネーターというものがすごく重要な役割を担います。でこのコーディネーターさんが誰がやるのか、どういうふうにするのか、それがどうつながるのかによってですね、コーディネーターがただいればなんとかなるというものではなくって、そのコーディネーター次第でですね、まとまる場合もあれば逆にまとまらなかったりとかですね、方向性がすごく、散らばってしまいます。それでこのコーディネーターというものが一体どういうコーディネーターがあればいいのか、そのあり方についてはですね、もう少しよく考えない、例えばコーディネーターを作りましょう置きましょうと言ってみてもですね、実際そのコーディネーターが逆に足かせになってですね、地域がまとまらなかったりとかですね、変な方向に行ってしまうこともありますので、そういう点で今回そういったコーディネーターというもの自身のあり方、それからそれをどういう形で育成していけばいいのか、発掘していけばいいのか、そしてまたコーディネーターの皆さんがいろんな多様性を持ちながら、まあ、悩みながらですね、地域を作っていくんですけど、そうした人たちが情報共有をしたり、お互いにまあ助け合ったり連絡できるような、そういった協議会、それは地域の単位でもあったり、また全国的なつながりであったりするような、そういったプラットフォームのようなものをですね、形成していくということが必要ではないかということで捉えています。その流れの中で2014年というものに対してですね、一応私たちが目標にしているのは、持続可能な社会地域づくりのための人づくり、まあ、これ ESD ですけども、 ESD を支える仕組みを構築しましょう、2014年までにそのためのまあ仕組みをとにかく構築しようじゃないかということを柱にしております。でそのためにそこに14ページの下側に6つ書いてあるんですけども、6つの大きな目標を立てています。このまあ目標が逆に言うと2014年までにやりたいことであるわけなんですけども、一つはまあ学校教育という視点で、ここにまあちょっと6つ書いてるんですけども、まあちょっと世界的なところを除くと、大きくは最終的に学校や社会とかでの ESD の推進をどうするのか、それから担い手つなぎ手のコーディネーターをどう育成するのかという推進育成、それから持続可能開発というものに対してのまだ理解広報が不十分で、まあ、学校やいろんなところにおいてもまだ ESD に対してよく認知されていないという点での SD についての広報、それから推進連携のためのインフラ整備、これをどうするのか、つまり推進と育成と広報インフラ作り、これらをどうしていくのかということを、それに対して一つの目処を立てていきたい、それらに対して目処を立てることによって、2014年までに ESD を進めていく仕組みをなんとか作り上げていきたいというのが大きな視野になっております。その観点でもって、次の15ページ以降に、細かい点を、載っけていっております。で、こういったまあ全体的な ESD を推進するという中において、じゃあ ESDJ さんは、ESDJ っていうのはつまりどういう役割を、 ESDJ の立ち位置はどこなのよっていうことがあるんですけども、結構ちょっと ESDJ がですね、やっぱり皆さん見方によっては市民団体でひょっとしたらなんか大学か国のですね、出先じゃないかとかですね、結構環境省のプラス ESD の事務局とか持ってたりする関係でですね、一番非常になんか市民側なのか政府側なのかどこなのかというふうにちょっと非常に混乱する部分があるんですが、 ESDJ としてはまあ全国のこういった NGO を中心としたネットワークの組織として ESD の担い手を支援し、 ESD を推進する仕組み作りについて取り組んでいくということを、この団体としての視点として役割として捉えておいています。
そういう中においていろんな大学や研究者 ESD にやっているところやいろんな政府なんかもそうなんですけども、いろんなところとまあ連携しながら、ESD の担い手がを助け支援する、それから ESD を推進する仕組みをですねどんどん広めていくということを私たちはやっていきたいというふうに捉えております。で、あの16ページ以降にあの学校教育に関する部分、それからあのその後社会教育という形に書いていっています。学校教育に関しては今非常にあの私たちとしては2014年までに、全ての幼稚園、小学校、中学校、高校等の、初等中等教育機関とかにおいて ESD がですねきちっと、まあ、入り込み入れられるようにしていきたいなというふうに思っています。その中において、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学等の学校間において ESD に関する連携が、深まって、それぞれがバラバラじゃなくてつながり合う、要は発達段階の流れもありますけど、お一緒に学び合えるようなですねそういった流れを生み出したいなと思っています。また昨日もあの非常にあの学校と地域との関わりというのが、震災においても学校どういうふうに回復するのか、解放するのか、地域はどうするのかで、いろんな問題点も昨日も出てました。そういう中において学校とまあ地域、特にあの地域におけるあの教育環境になっている公民館とか図書館とかですね動物園、いろいろなそういった機関なんかと、いかに学校とかをうまくつなぎ合わせながら地域での特性資源を生かした ESD カリキュラムの、まあ、開発実践とかについてもですね進めていく必要があるんじゃないかというようなことを、入れていっております。そういったことを、私たちとは、まあ、考えているわけなんですけども、課題についてはあの、まあ、17ページのところに、いくつか挙げました。実際にはなかなかいろいろ現実にはあの学校教育の現場にはまだまだ ESD の認識が低かったりとかですね、なかなか、まあ、あの教育プロセスの中に入り込んでいないとか、カリキュラムが非常に、まあ、準備整っていないとか、いろんな課題があります。ただ、昨日もちょっといろんな話し合いなんか出たんですけど、あの、まあ、学校現場に広がっていないということにおいてはやっぱり文部科学省とか元教育委員会とかがきちっと学校関係に必要な情報をちゃんと皆さんが意識できるように、分かりやすく提供していくということは必要なんですけども、逆にじゃあ上から出してねっていう形で全てがトップダウンになってしまうと、逆に学校関係では混乱と負担がすごく増えて、そのことが逆になんか ESD に対してアレルギーじゃないですけども、逆に ESD に対する反発とかですね、いや本当は ESD はいい形で地域のためになるはずなんですけども、それが逆になんかどうもマイナス方面に取られるケースが出てきていますんで、そういうふうにとりあえず上の要は文科省とか教育委員会から学校現場に落とすことも重要なんですけども、それが何かあの、ま、違う意味でですね、トップダウンになってしまわないようなところについての、十分な配慮をしながらですね、全体に普及浸透していくということをやっていって、学校の先生方とか学校現場に非常に混乱を極力招かない、学校が逆に本当 ESD をちゃんと理解していい形でですね取り入れていけれる、無理なくやれるような方法をですね少しもう少しよく考えて練り上げたいなと思っています。それでにおいては今後の分科会等々においてきましても、それから学校現場の人からもですねぜひあのこういうふうにやってくれたらいいのになっていう声をですねどんどん寄せていただけたらと思っております。それから19ページからあの社会教育、特にあの地域の中におけるコーディネーターの育成と社会化のことを、書いております。でここでの一番の大きなポイントは、あの昨日まあ震災を受けていろんな、まあ、実際にあの生活雇用の問題というのが出ているんですけども、この教育を担う人を、地域の中でコーディネーターを育成していく、それをまた広めていく場合においてもですね、そういったものが、そうした人たちに対するちゃんとした位置づけ制度とか、その人たちがちゃんとあの要はそれで生活ができる、そういう仕組みを広げていける財源となる、そういったものをきちっと確保する、それからその人たちがお互い連携できるプラットフォームを作るというところをですね、きちっと、整備しないとですね、とりあえず NGO にはもうちょっとコーディネーター役割になってくれとかですね、コーディネーター増やしましょうと言ってもですね、受けた人がすごい負担ばっかりで、それを受けたばっかりに生活破綻をきたすようではですね、非常にやっぱり持続可能ではないんで、やりたい、それをやる意欲があって能力がある人がちゃんとやれるようなですね社会的な制度、そういったところが昨日もいろいろあの震災後の対応についても制度不足っていうのが指摘されてましたけども、この ESD においても関係においてもやっぱり現行のいろんなそういった教育制度の中においてまだまだ ESD を深めていくための制度上の整備が不備だというふうに思っています。そういう点についてぜひ皆さん方からももう少し今の現行制度をこういうふうに変わるべきじゃないかという具体的なですね提案をもっと寄せていただきたいのと、
それからこの財源に関しては、国の予算とかを当てにするというのは非常にやっぱり、難しいところというと、やっぱり長い目で見るとこの財源については、地域自治というのを先ほど主要大きな柱に私たちは置いてますんで、地域の中で地域の人を担い、地域を作っていく、そのための財源を地域の中でファンドを作っていって、作り出せないか、地域の中でそのお金を組み出す仕組みができないかということを、考えています。そういう点での、まあ、財源作りを、地域の中で、こういった教育に取り組むための財源を生み出すですね、仕組み作りをきちっとやっていきたいということを、柱にして提案を作っていますけども、まだこの辺についても、漠然とした内容にまだとどまっております。ぜひ皆さんからもっとこういった意見が、こういったことをすればいいのになっていう点を出していただけたらというふうに、思います。で、22ページ23ページにその最終的にじゃあこれをどういうふうに ESD として広報していき、またこういったつながっているためのそのインフラをどういうふうに整備していくのかというところを、最後のところに、挙げさせてもらっています。で、まあ、この広報に関しては特に先ほど ESD に関するいろんな情報が非常にまあバラバラだということにおいて非常に混乱を招いているということがありますので、ある程度情報をまあ整理して皆さんが非常にどうしていいか、分からないということがないようにですね、できる限り ある程度皆さんが統一した意見が持てる部分を、整理するようなこと、それに対してまた情報発信に関していろんな、今日もちょっとインターネットとかの発信とかのですね、メディアさんの協力いただいてますけども、もっと国内いろんなメディアが連携できるための、メディアキットの整備やメディア向けのレクチャーを開催するとかのですね、そういった役割も ESDJ としては担っていってですね、できるだけ多くのメディアがですね、ESD に関して、情報が発信できるようにしていきたいと思っています。また ESDJ としては非常にプラス ESD プロジェクトに、まあ、最初の段階から関わって、まあ、事務局も担っていることもありますので、このプラス ESD っていうのをせっかく国がそういった ESD をいろんな人たちが関わって進めていくための仕組みを今作っておりますので、それは非常にいい形で生かしていきたいという思いを持っています。その点でプラス ESD プロジェクトを、NGO の視点からにおいてもいい形で、育てられるようなですね、そういった取り組みをしていけたらというふうに、思っています。ここに書いている内容は非常に、まあ、それ で、 ではまだまだ未完成な情報がたくさんあります。それでそれと必ず何かこれ一つがこれが絶対というふうにですね決めつけるというのも決して ESD としてはいいとは言えない部分があると思います。多様な意見があって多様な取り組みがあるということは、指定できないんで、そういったことはぜひ生かしながら出すということは必要だと思います。ただ私たちが戻しているのは持続可能な社会を作るというですね、とりあえず ESG 的なことを1回でも経験すればそれでいいという話ではないんで、社会全体を変えるためには社会の皆さんがそういった意識を持って取り組めるような仕組み作りを作る、そのためにはどうしたらいいのかということをやっぱりみんなが意識して、こういったまあ学校の視点とか地域の視点とかそういったいろんなアプローチを意識しながらやっていけたらと思っています。ぜひこういったことについてこれからやる分科会の中においてもそういったことをちょっと意識していただきながらですね、最終的にぜひESDJ にいろんな情報を出していただいて、 ESDJ の一つの役割は皆さんの声を拾い上げてそれを必要なところにですね政策提言していくというのは非常に大事な役割だと思っていますので、せっかく全国からこうして集まって皆さんの声を、なかなかメーリングリストとかも作ってるんですけど、メーリングリストではなかなか話せない、話しづらい部分がたくさんあると思います。そういったところをぜひ今回の分科会とかの中でいい形でですね、皆さんの声が拾えるようにしていけたらと思いますので、ご協力いただけたらと思います。ざっとですけども、ESDJ としての、一応プランについての説明です。以上です。はい、池田さんありがとうございました。ぜひ今日の11時間の分科会の議論の中でこの骨組みに、豊かな肉付けを皆さんにしていただきたいと思います。で、14年終わっても ESD が終わるわけではありませんので、ますます地域に地域や学校に広く浸透した形でこの全国的に、展開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ問題提起の3番目、分科会に向けた問題提起の3番目で、中越震災以降ですね、各集落に人を送り込んで、地域を元気にする仕事をされてきた阿部匠さんに、中越の経験からという、中越復興の経験からということでお話をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。新潟県の長岡市から参りました、あの中越防災安全推進機構の阿部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私に、与えられたテーマが、中越復興の経験よりと、いうことで、ございます。で、私実は昨日はあのちょっと所用があって、参加できずに昨日の、夜の懇親会から、出るという、なかなかあんまりやったことがなかったんですけども、なので、まあ、昨日の話の流れは、昨日の懇親会ですとか、先ほどの森さんの、お話で、まあ、お聞きする中で、まあ、その流れに、なるべく組んで、進めたいなと、いうことで、昨日飲み会が終わった後にパワーポイントを随分直して来まして、若干酒が入っていたのでおかしなあの変換が起こっているかもしれませんが、その辺ご了承いただければなと、いうふうに思います。私あの中越の、まあ、震災から、まあ、今はなんかこう社団法人のなんか随分長いなんか大層な名前がついてますけども、本当に、まあ、一ボランティアとして、任意団体で、寄付金で、生活をしながら、震災復興の、仕事をしてきました。まあ、あの中越地震が実際に、まあ、2004年、ということで、まあ、もうすぐ7年前に、7年になるんですけども、まあ、その間にもさまざまな、こちら宮城でも地震がありましたし、まあ、今回の震災の中でも、まあ、実はその宮城の内陸地震の時にできたつながりですとか、あとは、まあそれ以降、まあ、さまざまなつながりの中で、まあ、私は主に福島の方にも来て、福島がメインでだったんですけども、こちらの方にも今回の地震で、さまざま関わらせていただく中で、まあ、今後何ができるのかと、いうことを私も随分悩んでおりますので、私の悩んでることを吐露すればいいと昨日事務局の方に、言っていただいたので、安心をして、吐露してこの後皆さん分科会で一緒に考えればいいかなと、いうふうに思っております。でまず初めに、私の、まあ、原点というか、まあ、今回の震災を考えるにあたっても、まあ、中越という中越の震災というものが一つ規定になっておりますので、ちょっとその時中越の時に復興でどういうことが語られたのかと、議論されたのかということをまず初めに紹介をしたいと思います。まあ、中越地震も7年前ですので、もうあまり記憶にない方も多いかと思いますけれども、まあ、山古志村というとなんとなく皆さん思い出される部分があるかと思うんですけども、まあ、こういう本当に山地での、震災でした。この右上の写真は小鴨集落という、まあ、水没した集落が、有名になったかと思いますけども、まあ、これは実は今も水没したままでございます。まあ、いわゆるこう村に、帰るということは、山越で大体3年、かかって成し遂げられたというのが中越地震でございました。この時にどういうことが、議論がされたかというと、まあ、いわゆる、まあ、豪雪地帯です。中越っていうのは、まあ、山越の一番奥だと3メートルか4メートルぐらいの、降雪が、あります。まあ、その中で、どうやって生きていくんだと、私もそんな豪雪の中で暮らしたことないのでわからないんですけども、いわゆる、まあ、地域の中での互いの協力がなければそこで暮らすということは基本的には不可能なんですよね。雪、ね、お年寄りの、じゃあ屋根雪誰が処理するんだって言ったら隣の若い人が処理をしていたりですとか、まあ、雪に限らず、農地にしても山の管理というのは基本的にその地域の人たちが協力し合ってやっているものですから、そういう、こう地域の、まあ、集落という、つながりがなければ生きていけない。つまりこの震災で、一人一人の家が壊れたとか、誰かの田んぼが壊れたという話ではなくて、そういう個人の問題にするのではなくて地域の問題として、その再建というものを考えなければいけなかったというのが、一つ大きくあります。で例えば50個あった集落がじゃあ30個になったらもうそれだけもう地域のマンパワーが減るわけですよね。となるとじゃあ復興をするっていった時に一人でも多く地域に帰るっていうことが何よりもこの中越の震災の時に重要であった、ということです。
でそのためには、まあ、地域で暮らすためには家が必要です、仕事が必要ですし、生活インフラからまあ様々なものが必要で、まあ、それぞれをあのバラバラに議論するのではなくて、一つのコミュニティをもう一体的に再生をするというような考え方で、やっていく必要がありました。まあ、この前提のもとに、まあ、様々な公的支援もありましたし、ボランティアの活動もあったと、いうことでございます。なので、まあ、当然家が建てられない方には、その集落の中に、公営住宅を整備しようとか、そういう、まあ、その集落を維持するために必要な、施策を取ってきたと、いうことが昆虫越地震の中で、ありました。まあ、具体的に言うと本当に集落の中であいつはどうも帰らなさそうだ、家が建てられなさそうだ、じゃあどうするんだっていうことを集落みんなで考えるんですよね。っていうのはやっぱり一人抜けるっていうのはすごい大きいんですよね、あのこういう山地の集落では。つまりそういう、まあ、観点から、今震災復興にずっと取り組んできたということで、まあ、集落コミュニティっていうものが、まあ、多分今までの震災よりも非常にこう強く意識された、震災だったのかなというふうに、思っております。で今回の東日本大震災を見て、まあ、いろいろやっぱ違いを感じるんです。で、まあ、一つは、まあ、当たり前ですけども、まあ、地域性、まあ、その地域の歴史ですとか、まあ、暮らし方っていうのがやっぱり昆虫越とは、違います。まあ、その町の作りというか、海辺があって、ちょっと高台があって、もうそれだけで地震の、ね、あの津波の被害は全然違う。で元々は実は海辺に暮らしていたものがこう山手に広がっていたとか、まあ、本当にその地域によって全然こう、町の作り方も違うし、気質も違うんだなということはやっぱり感じます。あとはやっぱり被害の広域性と死者数、行方不明者数、これはやはり中越は直接被害では十数人、その後の全部含めても、78名ですかね、死者数というところではという意味で、やっぱり人がまあ、78人亡くなっているということで少ないとは言えないんですけども、やっぱり亡くなった方が多いっていうのはやっぱりその後の復興に、まあ、神戸の人たちからも言われましたけども、大きな違いが出てくるだろうなということがあります。あとは、まあ、連日ニュースでもやってると思いますけども、復旧が進まないっていうのは、あります。まあ、これいろんな方がいろんな説を話をするんですけども、中越の人たちは、小さな政府にしたのが裏目に出てるんじゃないかっていうことを言う方が多いです。真相はよく分かんないです。実は、まあ、中越地震の時ってまだ国交省の外郭団体がいっぱいあって、そこに何千人という技術者がいて、そういう人たちがわーっと山越し入っていって、もう1ヶ月2ヶ月で災害査定っていうのがわーっと終わっていったんですね。それが、まあ、今回広域性っていうのもありますし、もともと人がいねえんじゃねえかっていう話も、実はあったりします。あとは、まあ、福島で言えばやっぱ原発以外の不透明性というものが、どうしても、まあ、いろんな意味の不透明性ですね、先が見えないかったり、実際の被害がこう実感としてよくわからないっていうところがやっぱりあるかなということを、感じています。ということをトータルで考えて、やっぱこの先の見えなさ感というか、というものが、前でも言ってもまだ3ヶ月という中でなんですけども、非常に強いなっていうのが、あります。実は、まあ、中越の時は、まあ、自分の家を自力で再建できるかどうかという話はあったんですけども、どっかやっぱ 2,3 年我慢すれば帰れるだろうという希望がなんとなくあったんですよね。やっぱ山越しの人にしても、それはやっぱり、まあ、当時の、まあ、村長の強いメッセージっていうのもあったかもしれないですけど、まあ、そうい こう希望感みたいなところはどっかにあった。それがなんか今回は非常に被災者の方とお話ししてても全く感じれない、まあ、生きてるうちには帰れないとおっしゃる方も多いですよね。そういう先の見えなさ感がなんとなくこうなかなか先の希望を見出せないというところにあるのかなというふうに、思ってます。まあ、特に原発の被害地域にはそれが強くあるだろうな。であとは、まあ、復旧がなかなか進まない中で復興の話ばかりがどんどん出てるなっていうのもなんかちょっと違和感としてはあります。あとは先ほど昨日にも仕事の話が、出たみたいですけども、やっぱ中越の、まあ、農業、養鯉業、錦鯉ですね、ですとか畜産業、まあ、牛ですわ、もう同様なんですけども、まあ、やっぱ慣
リバイの再生っていうのは非常に時間がかかるわけです。よくね、ゼロからのスタートですねって言われて、ゼロからじゃねえ、マイナスからだっていうふうに中越の方よくおっしゃってましたけども、ね、西洋にしても要は、もういい声が全部死んでいる、じゃあもう一回じゃあ一からじゃあこんな大きな声を出していくのに何年かかるんだって話ですね。これがやっぱりこちら の, 漁業や農業でも、同様のことが起きると思います。棚田の復旧なんて、まあまあね、重機が入ってわーっと直せばそれで終わるかという言うとそうでもないんですね。やっぱり3年4年復旧にはやっぱ農地にはかかってきました、中越ですら、というのはやっぱりその地震で揺られた土地っていうのはやっぱ簡単には落ち着かないんですね。それがまあさらに今回は津波という中での、まあ、さらに複合的なものがあるだろうなというふうに思ってます。という中のこう、まあ言ってもまだ3ヶ月じゃないかという話もあるんですけども、先の見えなさかみたいなところはどっかにあるんじゃないかなというふうに思っています。でここで私は、まあのまあ、今回の震災での、まあ具体的なちょっと活動の話をちょっとさせていただきたいんですけども、郡山市にあるビッグパレット福島っていう避難所に、しばらく行っていました。福島第二原発がある富岡町と、その一本内陸の川内村という、まあ、2つの自治体がもう避難所の中にもう役場をもう作って、ピーク時で2500人、私が行った段階でも2000人くらい、避難所に、いらっしゃいました。もう全てのスペースがこの段ボールでの居住スペースが、作られていて、もうこの段ボールがトイレに入る直前まであるわけですね。で、まあ、これはまあちょっと道がこれでも空いた方なんですけど、この建物自体も被災していて揺れると上からパラパラ落ちてくるような避難所だったんですけども、それでも避難経路の目の前に人が寝ている、全く避難することも何かあっても避難できないぐらいもう人がパンパンに詰まっている避難所でした。まあ、ここを、まあ、いわゆる2つ の, 自治体でなんとか運営をしていたんですけど、まあ、そこにもうさすがにもう限界になってきている部分があって、まあ、福島県と我々で、実はここの環境改善をやっていこうということで、実はここにお邪魔しました。本当に一日中ずっと同じ場所で同じ形で寝てるお年寄りがいたり、まあ、本当にひどい状況だったんですけども、で実際何人いるかっていうのもよく分かってないっていう、誰がいるのかも分かんないという中で、我々名簿作りから始めました。一人一人お聞きして4月の半ばです、1ヶ月経ってまだ誰がいるのかも何人いるかもさっぱりわからないという状況で、一人一人回ってお名前聞かせてもらって、どこから来たんですかっていうのを全部聞いて、もう1週間かけて名簿を作って、そこから避難経路に、寝ている方には、動いていただいたり、全くもう個人のスペースしかないのでオープンスペースをなんとか作って、ちょっと喫茶コーナーを始めたり、でこの避難所に実際避難されている方の中からこうボランティアを募って、この生活環境の改善ということを、やってきました。まあ、今は随分もう1000人ぐらいにも減ったというのもあるんですけども、生活自体はだいぶ改善されてきていると。でいよいよ今度仮設住宅へ移るということが、起きています。でも一時帰宅すらできていない方がほとんどですね。一時ニュースで随分出ましたけども、まあ、富岡の方なんて、まあ、ほとんど帰れていないというような状況で仮設へ移れと、いうような状況が起きているということでございます。で仮設住宅実は先週の日曜日に私一日日帰りだったんですけど、遊び行って、そしたらおばちゃんたちが、仮設に入るんだけど仮設がどこにあるのかを見たこともどんな建物なのかさっぱりわからないから、見に行きたいっていうんで僕の車乗っけて3人くらいおばちゃん連れて同じ郡山市内なんですけど、仮設住宅行ってきました。非常に中越に比べると立派でした。これ 2DK なんですけど、ここおばちゃん一人暮らし、で 2DK なんです。これスピード上げるために 2DK をわーっと作ったんですね。でそこに一人暮らしだろうが何人暮らしだろうがもう全員これが当てがわれるっていう状況なので、ばあちゃん一人暮らしには広すぎるなって話はありました。でこれが2階建て仮設住宅ってやつですね。アパートでしたね普通のね
本当にあの中越の時を考えるとありえないくらい、まあ、立派な仮設住宅ができています。まああのね、立派ですねなんて言うと、あばあちゃんたちは私たちはもう、ね、帰れないから立派なの建ててくれたんだろうというようなことを、まあ、おっしゃっていましたけども、まあ、ここでまた、さあこの、あの2人ばあちゃんが映ってるんですけど、仲良く避難所に仲良くなった、人たちをまたバラバラですっていうのは抽選で避難所に入る、あ仮設住宅に入るっていうことで、でももともとバラバラで避難してきて、さらにまたそこで仲良くなってきてまたバラバラになるという、このなんていうんですか、もうとにかくこうコミュニティの話がありましたけど、あのまとまって動くっていうことができていないっていうのが、あの今の、まあ、あの宮城岩手はちょっとよく分かってない部分もあるんですけど、福島の状況としてはあるかなというふうに、思っています。これ仮設の場所どこですか？郡山市の富田というところになります。郡山市内に3カ所できるんですね。そこにそのビッグパレットにいた方がまた分散をすると、まあ、避難所でお茶飲んでると、あそこはメーカーで、あそこはなんとかハウスだからいいとか、あそこはなんとかホームだから微妙だとか、なんかそんなことをみんなで話してる、なんかどんだけこう仮設住宅マニアになってますね皆さんね違いが全然やっぱ違いますね。これ畳じゃないんですよ。畳がない仮設って僕初めて見たんですけど、全部絨毯なんですよね、でこれあの、大大学ですかね、大学もすぐそばにあるんですけども、一団地で600戸ですかね、というようなところでございました、はい。でこの避難生活をどう考えるということなんですけど、まあ、ここからがまあ我々にできることは何なんだというあの本題に入っていくんですけど、まあ間違いなく長期化する避難生活をどう乗り切るのかっていうのは、あの当面の課題としてやっぱりあるし、これは当面の課題だけじゃなくて、あのやっぱ避難生活どう遅れたかどうかがその後の再建にやっぱり大きくつながってくるだろうなというふうに思ってます。だ避難仮住まい生活でのコミュニティ作りの必要性っていうのはやっぱりあるだろうなと思っています。まあ、本当バラバラと避難してきて、まあ、もうとにかくスピードを上げて仮設住宅に入居をするということでこうバラバラになって、いるんですけど、じゃあこれが例えば3年続きますよ、4年続きますよって考えたときに、じゃあ今の段階でやっぱり再編する必要あるんじゃないかなっていうのはどっかに、私も感じているところがあります。やっぱ抽選で仮設住宅入居、誰があそこに入れた、あそこに入れない、便利なところは人が集中するけど、あの便利じゃないところはあの誰も行かないとか、そういうことが起こっていて、これはまあ1年ぐらいの話だったらまあまあそれでもいいのかもしれないんですけど、下手すればもうね、原発がある町の方なんていうのはもうこのまま郡山でもう住むかもしれないですよね。70の、おばちゃんだったらもう郡山が次の住みかになる可能性だってある。その中で、やっぱりそういうことはやっぱ考える必要があるんじゃないかなと。あとはそのと言いながらもそのコミュニティの単位っていうのはどう考えるのかというと、まあ、地域、まあ、いわゆる集落とか町内とかだけではないんですね。やっぱ仕事仲間や趣味の仲間など、あとはまあ家族っていうそういう人のつながりをどう考えるのかっていうことがあるかなと。昨日も懇親会行く前にあのテレビ見てたら、あのプールに、があの漁師のおじさんだったんですけど、気仙沼でしたかね、あのプールに行ってそこの仲間たちと会うのが一番楽しみだったなんていう話をして、でプールがないから困るみたいな話をしていたんですけど、いやまさにそういう話だと思うんですよね。でさっきのばあちゃんたちも、私もね おかしいなと思ってたんですよね。同じ段ボールのスペースに入ってるんですけど全員名字が違ったんですよね。この3人はどういうつながりなんだと思ったら、職場の仲間3人で仕事でそのまま避難をしてきてそのまま同じスペースで寝ていただけの話だったの。そんなことありえるのかなというふうに思ったんですけど、まあ、そういう話もあるんですね。なので、このコミュニティ単位っていうのは結構多様だなっていうのも思ってます。で、さらに言うと今まであったつながりじゃなくてやっぱ新しい人とのつながりがこの避難生活の中でできるっていうことも、それも大きな財産であるし、まあ、地震があってこそできた人のつながりっていうのはやっぱり中越でも大きかったかなというふうに思っています。
で、時間がなくなってきているので、まあ、生活支援とコミュニティ支援というふうに、書いてます。先ほど森さんから人的支援という話があったんですけど、まあ、これからこういうことが考えられるだろうなと、社協の枠組みで生活支援相談員というのが設置されます。宮城県で、150人って聞いてます。いわゆるこうあの生活の、まあ、いろんな相談に乗ったりっていうパターンですね。で、中越であった地域復興支援員という、まあ、これ総務省の枠組みで多分できるであろうと思われますけど、コミュニティ支援をする、支援というものができます。で、この生活支援相談員というのは、まあ、対個人の話なんですけど、まあ、個人行政という、まあ、個が直接行政につながるというのは非常にこう市町村にとって負担が大きくて限界があるんだと思うんですね。だから個人コミュニティ行政というふうに個人と行政の間にワンクッション入るということによって、実は行政以外の支援も呼び込めるし、また個人の力を引き出すというような支援もできるということを、実はこの生活支援相談員や地域復興支援というところに実は期待をしている部分があります。で、まあ、まとめなんですけど、と言いながらもこう、いろんな、まあ、支援が行われるというところもあるんですけど、やっぱこの中越が神戸から実は教えてもらったことっていうのは、まあ、体現総合いろいろ語る部分はあるんですけど、結局のところ一人と向き合うことから始めるっていうことを一番大切に、しました。まあ、寄り添うなんていうことがよく言われますけども、まあ、被災者揺れるわけですよ。もう昨日言ってたことがもう今日違う、また明日はまた別全然違うことが言ってる。それを受け止めてあげる人っていうのはいていいだろうっていうふうに思ってますし、実はまあ制度とか支援っていうのはどうしても確実的になされるので、まあ、ある意味そこから弾き出された人たちには暴力になってしまうっていうのは当然あるんです。だからボランティアぐらいは被災者に何かシールとか、何かやるというようなことを、そういう人もいていいだろうっていうふうに思ってます。あとは何より、まあ今回の震災があって今までの人生を否定するようなことがあってはいけないと思っていて、これまで積み重ねてきたばあちゃんじいちゃんたちの、まあ、生きてきた歴史というか今まで積み重ねてきた経験というものを、まあ、なんかそんなことを誇りに思えるような、そんなこう一対一 の、 付き合いをいっぱい作っていくということが実は大事なんじゃないかなというふうに思っています。私も実はビッグパレットはもう別に1週間とかいう期限で、じゃあ県の枠組みで一緒に入ってるかというとそういうわけではなくて、もうその時に知り合ったばあちゃんたちと付き合ってるというのが、現状です。だそういう、まあ、ボランティアだからこそできる、支援というのは当然あって、それは人と人との、まあ、一対一の関係だろうなというふうに、実は思っています。ということが、まあ、フリーになってるかどうか分からないんですけども、と、いうことをなんかこうもやもや考えながら先を見えない中で私もお付き合いをさせていただいていると、いうことでございます。はい、以上です。ありがとうございました。どうも安倍さん、大変ありがとうございました。この最後の言葉とても重要ですね。っていうのは今その地域の空洞化ってどんどん進行してるんですけど、一番根底にあるのは地域の誇りの空洞化なんです。で、地域の誇りの前提はこれです。一人一人の生きてきた歴史です。これをしっかりこう認め合うっていう、こういうことが一番基礎になるんだと思うんですね。で、私たちが、支援とか再建とかっていうときにこのことをしっかり元に置いておく必要があるだろうというふうに思います。そういうようなサポートができるかどうかということが、まあ、これからぜひ分科会の中で話していただきたいことです。はい、じゃあ池田さん、安倍さん、それから昨日話していただいた、NGO 相談員の竹内さん、安倍さん、この、3つの問題提起を受けてですね、で、先ほど冒頭に共有した昨日の議論の論点、こういったことを、これから分科会に分かれて、深めていきたいと思います。で、さっき何を話してほしいかを話したので、分かれ方について説明します。まず今、数えましたら60人いらっしゃいましたので、3つに分かれて20人ずつに、分かれたいと思います。で、課題は同じです。前半が、被災地に集中的に現れている問題をどう解決していくかっていう、その解決の方向性を話し合うと。で、後半は、それを自分たちの地域とか全国とか世界にどう広げていくのかっていう、
こういうことを話し合う。で、できれば ESDJ という全国ネットワークの役割についてもちょっと話してねっていう、これが話してほしいことです。で、3つに均等に分かれるんですけれども、 B については、沖縄から来た竹内さん、あと逆、沖縄から来た大島さん四国から来た竹内さんがいらっしゃる。で、その本当に地域の分断ということを必死と感じてらっしゃるので、分断を超えるということを意識的に話し合いたい人はぜひ B の分科会に来てくださいということですね。はい。で、教室は、こちらの廊下行った教室で、230-233-232というふうに分かれますのでよろしくお願いします。230はここですね。あ、230はここか。はい、はい。で、じゃあですね、すいません、皆さん立ってもらえますか。はい。じゃあ、少し、先ほど地域をうまく分けるのをやりたいと思います。その前に、動きながら聞いてください。この部屋に残られる方は先ほどもお話ししましたが、インターネットの配信をいたします。で、お手数なんですけども、ここの部屋に、入られた方は、メディアテイクさんが映ってもいいですよとか、その後編集をしてもいいですよという許可を取りたいということで、ちょっと、署名に、する用紙があるのでご協力ください。あと、お昼ご飯、今日ですね、申し込んでくださった方は1階のリフレッシュルームで、現金とそれから、引き換えでお弁当を渡します。で、文化会館